小学校1年生の頃にポートボールを習っていて、そこの先輩が小学校2年生の頃に誘ってくれたので始めました。浜松川を見バスケットボールスポーツ少年団です。みんなでバーベキューに行ったことです。丸塚中学校です。東海大会に出場したことです。中学の頃に浜田の試合を見て、このチームだったら自分がやりたいバスケができるって思ったのと、練習に来させてもらった時に杉本先生の指導で教わりたいと思ったので、この学校を選びました。みんなで励まし合いながら頑張ってるっていう感じがあっていいなって思いました。例年に比べて身長が高いチームなので、中の選手を使ったプレーだったり、そこから崩して外からも攻めれるっていうチームになってます。やることができるようになってきたり、勝てる試合とかが増えてきたので、完成度が上がってきてるかなって思います。ベスト4に入ること。